Hello， 大家好，我是卢酱。自从我的日本朋友认识我之后，大家就一直对台湾这个国家感到很好奇。但是因为现在是疫情的关系，大家都迟迟不能去台湾，不然其实真的很想带大家去台湾玩。不知道大家记不记得去年我有跟 iCarry 合作，让文当试吃台湾的伴手礼。今年 iCarry 又来找我了。谢谢 iCarry， 那就是多亏 iCarry 的福呢，让我这次可以又拿到很多台湾的伴手礼给我的日本朋友吃。蹦蹦，就是这一大箱，里面有非常多东西，我自己也超期待、超想吃的。因为文当常常跟我在一起吃台湾料理嘛，那文当应该就会喜欢台湾的口味，但是不知道我日本朋友他们喜不喜欢，这一次就是知道他们口味的时候了。那在我给日本朋友吃之前，再跟大家简单介绍一下 iCarry 这个网站还有他们的服务。iCarry 是台湾的伴手礼网站，里面有超过400家的台湾伴手礼。在官网上下订的话，可以直送台湾机场，家里也可以送到国外。而且为了确保食物的品质，都可以在很短的时间收到。像他们这次寄出差不多2天，我就收到了，还蛮快的。大家买伴手礼的时候就不用再花这么多时间排队，而且最快的话一天都可以出货。那也跟大家讲一下要怎么使用这个网站，也非常的简单。首先要选择提货地点之后按下搜寻，因为有些商品是不能寄送到某些国家，所以大家要记得一定要先选择地点再开始找商品哦。接下来就可以看到商品列表，也几乎大家知道的台湾名产上面全部都有。那如果你是新注册 iCarry 的人呢，请一定要输入我的优惠码，优惠码在这里，有送100元台币的购物金，还有满额回馈礼物金活动，所以大家一定要输入优惠码，真的有神有差。这一次真的也很开心，有机会再跟 iCarry 合作，因为上次跟他们合作的经验真的非常的好，就是东西又好吃，然后送到又快，那就赶快送去给他们吃。那我现在呢，已经带 Koti 还有 Milumi 他们来到饭店，今天就是要让他们两个来吃吃看台湾的伴手礼。お願いします。我是ミルミ。你好。大家好。大家好。今日は台湾のお土産を二人にちょっと食べていただきます。楽しみ。これはね、台湾で賞を取ったお茶です。あの箱もすごい綺麗で、木のいい匂いが。開けます。ね、楽しみ。すごい。すごい。めっちゃ綺麗。すごい。綺麗。しっかりしたサバがいますね。いい音ですね。すごいね、これプレゼントでもらったらめっちゃ良さそう。一つあのみんな飲みたいお茶選んでください。なんだろう。トンティンウーロン。じゃあルーちゃんも選ぼう。うん、私紅茶にするわ。うん、これ美味しそうと思った。色で選びました。コティが選ぶのは結構台湾でも有名なウーロン茶。有名なやつ。これはどうですか。定番。これは聞いたことないね。試してみます。めちゃくちゃいい匂い。うわー、どうぞ飲んでみて。いい香りです。これめっちゃいい匂い。待って、これめっちゃいい匂い。飲んでみます。飲みます。美味しい。美味しい。これを飲みながら食べ物食べたいと思います。より美味しくなりそうですね、これと一緒に。お茶大好きだから。じゃあ最初の食べ物はパイナップルケーキです。今回全部お土産選んでる時に結構おしゃれ目を選びました。おお、さすが。この店のパイナップルケーキが一番おしゃれで言われてたから、これにしました。楽しみ。今回お土産もあったのがお土産サイトなので、こんな人にプレゼントする時のこういう紙箱も全部一緒に貼ります。いいですね、これ。じゃあこれ開けてみたいと思います。イエーイ。台湾のお土産といったらパイナップルケーキなので。大好き。そう、嬉しい。大好きだよ。日本の人好きな人多いよね。嬉しい。コロナになる前はさ、みんな台湾行ってたからさ、早く行きたいな。ね、私台湾行ったことないから早く行きたくて。3人で行きたいね。行きましょう。ね、来たらもう私絶対案内する。出ます。台湾のご飯大好きだった。全部美味しい。おお、さっきから金が多いね。うん、これがあの私の友達が一番おすすめのパイナップルケーキ屋さん。じゃあ絶対美味しい。そう、しかもこの快感は絶対みゆみさんとコーティー好きと思って。よく分かってる。分かってらっしゃいました。ルーさんはもちろんです。どんだけ一緒にいると思う。ミルク、うん、しかも結構しっとりしてません。うん、やばい、お茶飲みたくなった。お茶飲みたくなった。お茶。待って、パッケージ通りのさ、流れしてるからみんな。これ通りの。他们还笑说，刚才凤梨酥里面有一张纸是凤梨酥跟茶，就大家真的是一吃完凤梨酥直接喝茶了。めっちゃしっとりして、良い意味で。結構ガタガタのお土産でもらってて、パッサーになるイメージだったけど。
美味しいやつってしっとりしてるよね。めちゃくちゃしっとりしてる。うん、甘党だからもう止まりません。待って、全部食べちゃいそう。台湾のご飯ってさ、日本の人が食べやすいさ味のもの多くない？え、わかります。みんな完食。美味しい。パイナップルケーキでした。美味しかった。ネクスト。次はこれです。ね、色が可愛い。これ謎でした。エクドードはすごい私の妹も大好きな、台湾のみんなが好きなお菓子。食べたことない。私今回選んだ味は、うん、テカノーチャの味です。私も想像できない今、ね、卵焼きになっちゃってる。エクロール、エクロールだから。え、可愛い可愛い。見せた方がいいです。ちょっと待ってね。あとはミエルさんに一緒にやってくる。これがみんな可愛いって言ってます。お土産は可愛さが大事だよね。あげるよ。いいよ、ね、え、なるほど。どういうこと？ロールされてる。エグロール。何これ、お菓子ですか？お菓子です。え、待って、本当に初めて見ました。これはぜひみんな形を見てください。甘い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 んだ。甘い。本当にね、日本にはないやつだこれ。しかもお土産でももらったことない。いい香り。これ真ん中開いてるんですね。そう、いい匂い。サクサクや。おいしい。うん、うん、優しい味だ。うん、今のところ全部おいしい。全部おいしい。台湾本当に行きたくなりますね、これいっぱい食べてると。ね、私の一番おすすめなのはこれです。何これ気になってた。芋とあの中にまたお餅が入ってる。好きなの、お餅。大好き。ここ日本語書いてあるよ。これ合ってる日本語。ちょっと無理かな。通じなくはない。意味はわかる。面白い。あげます。お願いします。これはね、めっちゃおすすめなの私は。うわー。待って、めっちゃ美味しそう。待って、これもう見た目から美味しそうです。なんかさ、かわいいよ、コロコロしてて。もうぜひみんな食べてください。楽しい。マジマジめちゃ美味しい。マジマジめちゃ美味しい。マジマジ一番おすすめ。マジマジ。あ、匂い匂ってください。うわ。芋。そう。こりゃたまりませんわ。もう匂いだけでさ、幸せだもん。はい、いただきます。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。これもなんか日本にない感じだね。うん。これね、本当私の一押しです。うん、でもこれ日本人絶対好きだと思う。うん、もうみんな芋大好きだから。確かに日本人お芋好き。では最後は今回皆様にぜひ一つ持って帰ってほしいものがある。これはね、日本は売ってないものなの。うん、みんなの顔こういう部分とか油出やすいじゃん。うん、これはちょっとこうやったら吸収してくれる。あ、油の中に？あ、日本あるんだ。これは日本にない。これもうね、ミテレスとかにも売ってるよ。ベーシック商品だわ。薬局にも売ってる。かわいい。このパッケージは台湾の有名な名産なの。例えば小籠包。あ、これ小籠包だ。かわいい。101。行きました。ここ行った。あとタピオカミルティです。かわいい。本当だ、よく見たら。これはリューフ。ちょうちんだ。行ってみたいところ。あとこれはランタン。ああるよね。見たことある、見たことある。こっちは行かなかった。行ってみたい。これ私小籠包で、私はじゃあ行ったことないランタン。じゃあ開けてみてください。めっちゃおしゃれだね、これ。みんながおしゃれ好きだからこれめちゃくちゃ考えて選んだ。推しみたい。匂いあるやつは初めて。今年も、うん、こんななんか推しっぽいのも初めて。なんか日本のはさ、シンプルなベージュ。かわいい。これもぜひ使ってください。ありがとう。たくさん使ってください。使います。みんなかわいい。使います。今日みんな一番好きな食べ物は何ですか？はい、パイナップルケーキです。イエーイ。今まで出会ったことないしっとり具合でもう本当に感動しちゃいました。本当に美味しかった。美味しかった。みゆみさんは？私はですね、たらーん、ゆりちゃん。そう、ゆりちゃんおすすめのお芋さん。まずお餅も美味しいし、これ1個で結構お腹いっぱいになるところが、なんかお菓子ってよりもスイーツとして食べられるから女子会の時にいいなと思います。美味しかった。本当に初めて食べた。好，这次我们的伴手礼全部都是从 iCarry 上面订的。那我大家从 iCarry 上面订的，都可以看资讯栏有详细的资讯。而且要记得要购买的话，一定要输入我的优惠码，会有优惠哦。不用白不用，请大家一定要用。今日はみるみさんとコッティ食べてもらってありがとうございます。ありがとうございます。もう二人もぜひ早く台湾行ってください。本当に。
あの台湾実際にいたらもっとたくさん食べ物食べさせる。確かにグルメツアーしたい。絶対行く。好，那谢谢他们两位今天陪我拍影片，然后呢也谢谢看着这影片的大家，我们下次影片再见，大家再见，拜拜，拜拜。啊、然后这是 Cody 的 IG， 然后这是 Midumi 的 IG， 对他们有兴趣的人都可以 follow 他们一下哦。拜拜。谢谢。みんなもぜひ家族にあげるの選んでください。選ぶ。どうしようかな。これはみんな好きだし、これも絶対みんな好きだよ。お茶のね絶対お母さん好きだからね。コーティーママ。コーティーママ。台湾のさこういうパッケージってさめっちゃ綺麗だよね。めちゃくちゃ綺麗です。なんかさ日本にあんまりなくない？ない。こういうやつ大人気でそうこれ。もうぜひみんな周りの友達に台湾のお土産を広げてください。ね、これは本当におすすめできる。本当に。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。